さあ、もう何度も来ている篠崎駅でございます。今回もまたやってきてしまいました、戦いの地に。いやー、もうV プレス動画をね、熱心にご覧になってる方はご存知だと思うんですけど、私マリモ堂のさよなら凱旋会で爆裂に出してしまいまして、もうこれ以上ないだろうという、凱旋においてこれ以上ないだろうみたいな展開をね、ぶちかましてしまったんですよ。それがこの収録のちょっと前だったんですけど、その時も本当もうちょっとで1万5000枚出る感じで、正直どういうテンションで今日打てばいいのかなっていうのがすごいあって、まあとはいえやっぱ趣旨が違いますからね。向こうは単純にマリモ堂としてさよなら凱旋、今までのご挨拶とありがとうの気持ちを伝えに行くという感じで言ったんですけど、そしたらこっちがありがとういうね展開になったっていうだけの話で、こちらの番組ラストチャンスに関しては目標がね明確にありますから、まあできる限りそれを目指して叩いていこうと思います。もう正直ね、凱旋がなくなったらこの番組の存続も厳しいかなという感じなので、凱旋が設置されている期間ももう残りわずかですから、ちょっとそのあたり意識しながら今日も必死にレバーを叩いてコインをかき出してやろうと思います。さあ、それでは決戦の地にやってまいりました。今回もお楽しみください。おはようございます。すごい、平日にもかかわらず90人も前にいる。まあちょっと大体今日はなんかジャグラーに流れるようなんで、まあ、一応前理性のお店ですからね。これ2日続けて負けてんのかな。お願いします。では行きます。さあ、今日はどんな楽しい展開を見せてくれるのか。もうラストチャンスも今日を含めて取れる日は相当限られてますんでね、そろそろ1万5000枚に王手をかけなければいけません。2万枚チャレンジのためにね、今日でも1万5000枚クリアしないと、その流れで2万枚いっても全然いいんですけど、冒頭でもね言いましたけれども、マリモ堂の最新話でさよなら凱旋をやって、まあ、1万5000枚あとちょっとのとこまで行きまして、50回結局50回当てたんですよね。50セット連続で GG を消化して、まあ、途中の15枚の引きが悪くて、それが積み重なって1万5000枚まではいけなかったんですけど、あれをね、最低あれをやんなきゃいけないわけですね。もう1回しないと、1万5000枚は見えてこないということなんで、やっぱ天井パワーはどうしても必要かなっていう気はしてますね。だからリセットはされてる前提で510ゲームで引っかかってそこから止まらず、まあみんながね毎日夢見てることです、凱旋を打つ人ならば。そこからさすがに2万枚出そうとは思ってないでしょうけど、全員が全員思ってるわけではないと思いますが、それくらいやっぱそれがスタートラインだね、天井からっていうのが。天井なくてもね、
1万枚1万5000枚2万枚って出した方は世の中に5万といると思いますけれども、僕凱旋の過去2回の万枚がどっちも天井をまずは契機というか踏み台にしてそこからこう上がっていったんで、となるとやはり 80% ループのパワーは必要かなといったところです。まあ 75% も 80% もね、平均連チャンでいうと4と5の差といいますか、1個しか変わらないんですけど、なんでまあ 75% でもいいのかなって気もするけど、今までのは全部 80% からのスタートなんで、まあ、全部すれば2回だけですけど、なんか騒がしいさっきから。ダメか。お？天井がとか言ってたけど、なんか当たりそうじゃないですか。なんか当たりそうじゃないですか。数えてなかったけど。違うか。中段木7。むしろここで当たるんじゃないかな。うわ、ダメだ。中段木7スカッタ。モードは上げたようですけど、当たりまでは実現できなかった。チャンス目。おお、天国いるじゃねえか。じゃあ今のチャンス目ちょっといいぞ。本物かもしれない。チャンス目出てからこれで16、液晶チャンス目ね、 V2V っていう V2V、 これで17です。ダメか。チャンス目が起点ではなかったということですね。さっきの中段に、まあ、もう当たってはいますね、きっと。これはさすがにこの流れで当たらないってことはないと思います。じゃあちょっともう、おーしょー、V を期待したいって言おうと思ったんですけど、天国ならばと。さあ早い当たりは嬉しい、嬉しいが、これが終わったらちょっと天井を求めてかな。でも凱旋X デーが近づいているということで、稼働が相当上がってきてますね、やっぱりね。前はあの平日の日中こちらで収録させていただいた時は、まあ、平日日中ということもあり、正直その朝一台打ち放題な状況だったんですけど、ちょっと今日は2台触れたらいいかなぐらいな稼働状況になってきてます。凱旋自体も10台以上あるんですけどね、やっぱり別れを惜しむ人が続出しておりますよ。まだいける。ああ、ダメだ。うわ、4連ある。まだない。そう、1個ずれた。でも最初のセットで2回も日向4連上乗せチャンスが来たっていうのはでかいですね。そしてびっくりすることに、まだ50ゲームしか消化してないんですけど、もう1セット次回分
獲得してるっていう。ただ世の中には強者がおりまして、松本バッチから聞いたんですけど、あいつね、なんか一時ワンセットの大戦のゴッドゲームワンセットのタイトルホルダーだったらしいんですよ、松本バッチ君は。500何十枚っていう、ちょっと500何十枚の時点ですごいなと思うんだけど、それがまあ塗り替えられて、なんか2位か3位をキープしてたんだけど、ついこの間会った時にまた1個下がっちゃったんですよ言われたから、じゃあその塗り替えた人はって言ったら、その人が1位になって600枚って言ってたかな、600枚ワンセットで取ったらしいんですよ。だから1ゲーム3枚、大体3枚じゃないですか、で100ゲーム続くから300枚、つまり倍のペースで引いてるわけですよね。で、ひななって1/4、トータルで4分の1で引けるから、まあ、結果的に300枚になるんですけど、ワンセットの平均が2分の1、2回に1回は15枚を揃えてたということになりますので、600枚取った方は、だからその出玉、そのセットの出玉っていう意味だけじゃなくて、ひなだれによる上乗せ、果たしてどれぐらい取ったんでしょうね。5セットぐらい上乗せしててもおかしくないぐらいな気がしますけど、2分の1で取ってたら。3連、ここでじゃあ4連5連に育てよう。それもね、きっかけの一つだったからな、この間は。狙いすぎたらいかんね、やっぱり。のさよなら凱旋会がね、まあ、そんな日が経ってないんですよ、まだ実は。だからあの日の引きがまだ残ってるんであれば、あのベリーストロングな、ね、引きが残ってるんであれば、今日もまだやれるかなと。てかまあ100ゲームそこそこで当てたっていうこと自体がまだ残ってるのかなっていう気がしますね、引き継いでんのかなと。さあ700枚取れた、2セットでありがたい。2連かな、さすがに。モード見て移動だ。設定に期待するのは後ほど、とりあえずもう朝一台回されてない台がある以上はそこを優先します。身に染みて、ね、もう分かってますんで、ラストチャンスで散々設定をね意識して打ってあってもなくてもやっぱそれだけじゃ無理だっていうのがね、1万5000枚という壁は。朝一台がなくなってしまったら、まあ、この台に戻ってくる可能性はあります。一応朝ね早く当たったというのもあるので、ただ中段キナナとかを、中段キナナ引いたし、その後うまいタイミングで中段リプレイも引いたりしてるんで、まあ、いい流れで天国まで上げられたのかなっていうのはありますけど、ね、優しい出目でやめます。2台目でございます。隣ですね、さっき言ってたの左隣。やっぱみんな朝市美味しいっての知ってるからか。ちょっと待てよ、ちょっと待ってください。
327ゲームでやめたぞ。3ゲームか。ちょっと取っちゃうもんね。空いたんすよ、朝一台が323で。今日当たってないよね。当たってないっす。取っちゃうもんね。2台目打ち始めてちょろっと周り見たら、なんと朝一多分これ1万5000円ぐらい使った台かな。323ゲームゼロの台を回してやめた方がいらっしゃいまして、さあこれがね果たして、まあ、理由はよくわからんですけど、やめた理由は吉と出るのか凶と出るのかわかりませんが、もう取っちゃったもんね。ということで当たるまで打ちます。まあ、結局設定なんてそう簡単にわからない以上、まあ少しでも救済に近いところに手を出すのがいいのかなと。当然ながらね、それなりに見えてきたらこっちを意識しましょう。なんかね、朝一パって人が座ってみんな当たるまで打つんだろうなって思ってたんですけど、なぜかこの台もそうですけど他にも気づけば 2,3,000 円打ってやめてるみたいな台が何台かあって、なんか朝一台2台くらいしか打てないかなと思ってたんですけれども、むしろ天井に少しずつこう近づいている台を打ってちゃうんじゃないかなっていう気すらしております。こんな美味しい話があっていいのか。でも謎な打ち方っていうかね、立ち回りする方はやっぱいらっしゃいますからね。なんかを察したのかな。前日285ゲームでやめてる台なんですよ。で今日300何歩でしょう。何かを察したのかね、その300何ゲームで。おい最高です。天井はならなかったんですけど、打ち始めて30ゲームぐらいで赤7引いてありましたわ。よし、でも天井はいい、諦めよう。今日は天井と縁がない日かもしれない。じゃあここで決めますわ。まずは1ゲーム目ダメか。じゃあ枠内2個、エクストラにもぶち上げたな。マリモ堂のさよなら凱旋会で、なんか簡単だな今日。凱旋上手くなったぞここに来て。ほらほら、凱旋超上手くなってんだけど、なんなんだろう、ちょっとびっくりっすよこれ。もうこれで3つですからね、ストップ。あとはうー来たー、でかいの来たー。外れそうだと思ったんだ今のは。揃え
ダメか、宝石3つにしときたかったんですけどね。 50% あーダメか、調子乗っちゃったかな、調子乗っちゃいましたかね僕。ラストゲーム揃えば美味しい。あー滑ってった。ただ、最低3つは取れました。赤7 2回ですが、2ゲーム連続赤7来ましたんで、特殊抽選で一発ゲット。あとは赤7揃えた時のループプラス宝石2個の8分の1の壁突破なるか。わ、3連してるもったいねえ。もしかしたら G ゾーン中に4連とかさせられたかもしれないのに、これはもったいないな。じゃあここから続けようか、そうしようか。ひななを15枚を2回引くだけだから16分の1だよ。なんだと、右上がり右上がり、くそーいらねえ今すげえもてあそばれてる。まあ、全部自分で引いたもんなんですけどね。あと2発最低、この間になんとかしよう。見上がり気なんですね。あ、そっか、 G ゾーンで7、3連させてるんで、あれがもし当たっていれば謎連としてもう一発出てきますね。まあ、でもそう、もし一発だけだとどこで出てきたもんなのかがよく分かったことがなりますね。 G ゾーンの4期7、3連なのか、赤7揃えた時のループなのかっていう。まあ、何でもいい、連チャンすれば。そんな何がケーキで連チャンしたかなんて大しかわからないんだからね、こういう状況になっちゃうと。いろいろ詮索しても無駄ですよ、無駄。150ゲームでやめました。1000円勝負、2000円勝負みたいな。1000円勝負は少なすぎるか。2000円から5000円ぐらいまでの勝負を挑んでる方が多いのかもしれないですね、朝一。まあ、それで引けたら、なんか引っ掛けつかめてずっと出てくれるなら打とうかなみたいな。まあ、リセットされてる可能性は高いけど、絶対そういうわけでもないところに、まあ、リセットされてたとしてもね、4万円以上かかるわけで、普通に回すと。まあやっぱなかなか朝だからといって突っ込める人ばっかりではないというところですかね。運試し的な感じで朝一打ってる方が多いのかもしれない、こちらは。まあ、でもその割にはね、この台に300ゲーム回してたから1万5000円近くかかってるんじゃないかな。1万5000円運試ししたらね、そのまま打っちゃえばいいような気もするけど。はい、野菜です。 SGG を消化した上での獲得枚数で考えるとしょぼいな。あ、でも1台目でね、700枚にセットで取れてるんで、それを考えれば。じゃあどっかでループしてたか、 G ゾーンの
3年か当たったかどっちかだね。相当近づいてきてる気がしますよ。これは目標に、とりあえずの目標である1万5000枚に。まだあるないか、SGG を皮切りにゴッド揃い分ぐらいの連チャンに仕上げました。こっからもう一伸びしてくれたらかなりこの後の展開に期待が持てる、希望を見出せるんですけどね。単純に出玉を得るとか勝つってことだけで考えたらもう十分すぎるとまでは言わないけど十分な展開なんですよね。最初の台も投資5000円で当たって連チャンしてくれて、連チャンしてくれてというか連チャンに自分で育てられて、そしてこの台はもうねあっという間に当たりまして5連までこっちも育てられて、十分といえば十分なんですけど、でやっぱり頂きを目指すものとしてはこれで満足してるわけにはいかない、これの10倍ぐらいのスケールのことをやらないといけないんで、まあまずはゴッドかな。そう、3連なし。いやーすごい弱い。まあ仕方ないね、一発出てきてくれただけでもラッキーと思う。残念、ダメそうです。おと言っていたら、もう一丁。あーない。一応念のため。あれいいモードにいる。もうちょい回すかじゃあ。当たるのかこっちは。うわ V 点揃うかと思った、揃えばよかったのに。7も止まってる。高モードでしょう、おそらく天国で当てたと思います。じゃあ白回なんでなんでってか、まあ、天国で当たったっぽかったからでも忘れたね、もう多分 天国で当たったかもしれない、単発だろうと高をくくっておりました。期待することを忘れていました。フリーズチャンス、あーダメだ、消えるかと思った。さあ裏点にいるかもしれません。裏点にいるんであればバキバキに乗せてもおかしくないよ。いやそんな乗んねんだな裏点って実は。でも最近
の私ならやれるのではないかという気もしております。来い来い来い。あーそっか、ないないない、先読みはないけど、戦車で第一中輪ってあんのかな、中断機だな。いやでも流れは相当いいですよ。もしかしたら裏点いるかもしれないというところで、さらに表も上げられて、これはかなりいい流れですね。これでもう一回ジョーダンリップが揃うもんなら、本当にまだ上がって裏手上がってさらにいるっていうことの証だと思います。あー中段リップね、一番あるパターン。 AT 中に上がってもいないのに上段リップで矢が飛んでくるってかなりレアなので、通常時の矢でリップ外れよりレア、まあ、そのサンプル的な意味合いでね、滞在比率的な話でいうとよっぽどレアなんで、これはちょっとこの後の連チャンも期待していいし、なんだったらこの最初の初当たりとか、あるいはこの次のこの2セット目今消化してるのも裏点で引っ掛けたやつなんじゃないかという可能性もちょっとしております。この次の G ゾーンもだから熱いですね。裏点の可能性なんて当たった時全く考えてなかったから、 AT 中に裏点裏モードがね天国に上がるっていうのは通常時よりさらにレアだと思うんで、いきなり弱いな。あ、ダメか、なんだよ期待させるだけさせて。じゃあまあおそらく普通に表のモードが良くて当たってループも取って2連で、途中で出た上段リプレイプラスアルテミスの矢はガセという可能性が一番高そうですね。もしかしたら裏手上がっててすぐ落ちたっていう可能性もなきにしもですけども、まあ、そういう台でもなさそうなんで、おそらくガセというのが濃厚そうです。オッケー、じゃあちょっと台見よう。当たった、めっちゃ軽いっすね今日の初当たり。よーしたー、2枚来い2枚、いいぞーいいぞ、これはいいぞ。おっ、嘘でしょ、嘘だろ、何が起こった、全く静かだったぞ。